こんにちは。いつも夏休みです。今日はですね、みずろく市にやってまいりました。西口にあります、あるおすすめのですね、散歩コースをご紹介いたします。まあ、といってもですね、私も行くのが初めてで、で、この道からスタートですね、結構な坂道になってますね。駅からはですね、久本という地域を歩いて、川崎市民プラザ付近まで、まあ、特に意味はないんですけども、歩いてみたいと思います。まあ、溝の口の南口ってすぐ山なんですよね。まあ、だからその、梶ヶ谷まで、そんな距離はないんですけども、行くのはかなり大変ですよね。ここにですね、うさぎ坂があります。由来をですね調べてみたんですけども、まあ、ここにですね昔うさぎがいたということとですね、あとまあ、坂道になってて、ウサギがいそうな坂、そういうのが多かったですよね。まあ、実際のところはですね、違う理由、まあ、ウサギを飼ってた人がいたとかですね、まあ、特別意味なく、ウサギ坂、まあ、それはないですかね。多分ここなんだと思います。ここの坂もそうなんですかね。ここがですね久本桃の園公園ですね。ここはそうですね、久本という地名ですよね、ここ一帯。そして、まあ、実際ここですね、季節になると桃の花が咲くと。で、かなりですね、坂道きついんで、まあ、ただ子供さんにはですね、非常に人気があるということが書かれておりました。そして、まあ、時間がですね、早くて、これ、朝顔ですよね。多分。そしてそこの葉っぱに乗ってるのがですね、これカメノコハムシの仲間かと思われます。で、これでなんかキラキラしてるのがジンガサハムシですよね。まあ、あれもなかなかどこにいるのかよくわからないんですけども、結構可愛いですよね。江戸見桜がこの先あります。まあ、だいぶここ山なんで、その確かに建物とかですね、そういうのがなければ、まあ、だいぶ先まで見えますよね。で、ここにですね書かれてる、すっかりですね、数が減ってます、日本タンポポの生息地というとこですね。そしてカタツムリですね。まあ、なんかですね、私が小さい頃はなんか巨大なカタツムリがたくさんいたんですけど、最近ああいうの見ないですよね。朝顔です。そしてですね、オオカマキリですよね。まあですね、かっこいいですよ。秋はですね、だから結構昆虫がいて、まあ、私なんか嬉しいですよね、こういうのが見られるっていうのは。そして江戸見桜、駐車場の中にあるということですね。これがなんか3代目の桜ということですよね。
まあ、歴史のある桜になりまして、堂々とした姿ですよね。なんか本当に花が咲く頃ですね、見てみたいなというふうに感じました。そしてですね、これがですね、久本ターザンの木緑地、多分ですね、子供さんがこう登ったりして、ターザンみたいな遊びができるからだとは思うんですけど、隠れたですね名所、というふうに言われているんですけども、かなり立派な木ですよね。私もですね、子供だったらもう間違いなく登ってたでしょうけども、最近ですね、高さとかあと虫とかね、いろんなものが怖くなりましたよね。そしてですね、ここがあまり広くはないんですけども、緑地がありまして、ここが入り口ですね。知らないとですね、通り過ぎそうな感じがします。ほとんどがですね、坂道なんですよ。ここを下っていって、結構細い道ってワクワクしますよね。で、ここの公園はですね、特徴としてはあまりこう遊ぶものというのはないんですよね。で、山の上にあるんですけども、あまりその周りの見晴らしは良くないですね。少しこう隙間から景色見れるんですけども、でここなんかにはですね、どんぐりとかですね、そんなものも落ちてるんで、楽しめる部分はあるんですけども、そこ竹林ですよね。でここ最近なんか黄色いですね、ちょっとちっちゃい毛虫が、場合によってはアパートマンションとかにですね発生してるの見たことある方もいると思うんですけども、あれはですね、竹に生息する毛虫ですよね。毒持ってるんでですね、気をつけて、1週間2週間でですね、いなくなるものらしいんですけども、そして、ここを階段を登っていきます。そうするとですね、広場、ちょっとですね、休憩するような、スペースが、あるという形になってますよね。だからちょっとですね、一休み、なんか気分転換にですね、こういったところで本読んだり、ちょっといいですよね、こういうところがあると。ここにですね、掲示板なんかありまして、で気分転換でですね、休んでたら蚊に襲われまして、おでこと手ですね、合計4箇所ですか、刺されまして、ですね、この時期にまだいるんですね。もう10月末ですよね。だからですね、防虫グッズ忘れずに持っていきたいもんですよね。でお寺ですね、ちょっとですね、散歩のコースになってるんで、行ってみたんですけども、普段はちょっと入っていいのかどうか迷ってですね、私なかなか行かないんですけど、すごく自然があって綺麗なお寺でしたよね。でここにお地蔵さんがあります。とても綺麗な感じで、地域の方々にですね、とても大事にされているということです。
今回のですね旅も終盤で、ここが蛇座が、まあ、蛇がいたからというか、多分ですねくねくね曲がってる坂だから蛇坂だと思います。この道がですね市民プラザ通りですよね、まあ、今回の目的地ですね。でやっぱこう散歩が良さ、やっぱりその新しい道ですよね。自分がその歩いたことないような道行くとなんかワクワクしますよね。それでその道がなんかこう昔どんな感じだったのかなと、50年100年前どんな風景だったのかなと、そういうのを考えるのが好きで、まあですねインターネットとかで、昔の航空写真とか、あれ面白いですよね、まあ、ある程度遡れるとか、あと今昔なんて読むんですあれ、昨今じゃなくて今昔っていうんですか、今昔マップですね。あれも今のですね、昔の地図を並べて、まあ、比較して見れるんですよ。である程度、まあ、100年ぐらい遡るんですかね、まあ、非常にもう見てるともう夢中になっちゃって、で、市民プラザ着きました。すごくですね音楽とか運動の施設が充実しててですね、素晴らしい場所ですよね。で今回ですね身近な散歩コース歩いたんですけども、行ったことない場所はワクワクしますし、本当ですね気持ちよかったです。本日はどうもご視聴ありがとうございました。